はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルウープ主のピオタです。さあ今回もレミリアいじり追憶のピースやっていきたいと思います。まあ今回もね、覚えさせるものって言ってもそうないので、一つ覚えさせて、あとは会話をずっと楽しむみたいな。はい、ということでね、鳩サブレにしましょう。なんでってなりますけど、まあ鳩じゃないですけど、なんかサブレが目の前に置いてあるからですね。なんでまあサブレだけだとなんかちょっとうまいことハマりそうだったので鳩にしました。逆にね、うまくハマってくれない方がいいのでね。鳩サブレって基本食べ物ですけどもね、バカにもしないために、なんだろう、鳩サブレは泳いでおくことにしましょうか。鳩サブレ、確かに記憶の中にそんな言葉がある気がするわ。まああるんじゃないですかね。思い出してきたわ。ありがとうね。あなたはハトサブレを今海洋生物として思い出したんですよね。うわ、溶けそう。では会話。思い出した。こんなことを忘れてたなんて。一体何を思い出したんでしょう。そういえばラムネに1年も給与明細を貸しっぱなしだった。もうそれいらなくね。1年前の給与明細とか何に必要なんですか。早く返してもらわないと。まあ恥ずかしいですよね。でも1年間経ったら逆に恥ずかしさもなくね。何、妖怪の一生は長いからそんなに焦らなくてもいいって。そうですよね。てかなんでレミリアさん給与明細あんの。あんた働いてんのか。まあそうっちゃそうだけど、そうだよね、もう500歳以上なんだからさ、500年以上生きてんだからね。ラムネがどういう種族か知らないですけど、何の種族だ、なんだろう、炭酸の妖精みたいな、お祭り妖精みたいな、ありそう。人に貸してる最中の本とかってふと強烈に読みたくなったりすることない。だからといって給与明細を強烈に見たくなることはないですけどね。それと給与明細は別もんだよ。家に置いてあるときは別にそんなもんでもないんだけど、まあでもあれ貸してって言われてね、なんか例えばなんかのシリーズをあげられたとするじゃないですか。でそのシリーズをあげたことに、貸したことによってなんか、あーこのシリーズ読んでないな、ちょっと読んでみようみたいな。例えばなんかね、ある本の5巻目だけ貸したとしたら、その1巻目から読んでって4巻目まで読んで5巻目ないみたいなのが、そういうのはありますよね。たまに貸すっていう行為でその本の所在が印象に残るからかしら。とにかく早く返してもらわないと。利子として学校くらい給与明細を貸した利子として学校をもらうっていう、割に合わねえよ、確かに。いやもう、その、やつが割に合わないんだよ。何？もう貸したから学校くださいって。あれだよ。私、この話を教えたから命ちょうだいみたいな、そんなのと、なんか、理不尽さは一緒だよね。いや、あなたに一杯の水を飲ませてあげたんだからね。お命ちょうだいいたします、みたいな。理不尽の塊じゃねえか。もうそれはダメだよ。割に合わなすぎるよ。ラムネの方もビビるよね。え、俺学校あげんの、持ってないけどみたいな。だって利子として学校ぐらいもらわないとっていうことは学校が最低ラインっていうことだよね。いや怖、最低ライン学校で絶対無理でしょ。もう一回行きましょう。ちょっと聞いてちょうだい、っていうか教えてちょうだい。ものにもよります。夜を優雅にまったり過ごしてるとき、私は夜景を眺めながら何かを飲んでいた気がするんだけど、一体何だったのかしら。皆目見当もつかないわ。いや何かを飲んでた記憶があるならさ、何かしらを飲んでる記憶はあるんでしょう。何色かとか教えてくださいよ。そんな完全に投げやりのさ、ものを言われましても困ります。もうちょいなんか断片的でもいいからさ、何色のとかさ、サラサラしたとかさ、なんていう文字から始まるとかさ、そういうね、ものが欲しいよね。断片的でもいいから情報が。もう完全に何か飲んでた気するんだけど、何飲んでたか分かんないなーみたいなね。何その情報みたいな。私が夜を過ごしてる時によく飲んでいた飲み物って何でしたっけって。まあ多分それはね、無比だよね。無比これではね、あの清涼感がたまらないって言って飲んでるんでしょうね、多分。OK。あ、そうそう、無比だわ。ねえ、だと思ったよ。
あーこう香りが違うよね、刺激臭、心を落ち着けて、いや高ぶらせると思う、うん、逆だと思うよ。口当たりの軽さというか軽く飲めるところもお気に入りだわ。確かにアルコール系のものが入ってるんで、確かにね、うん、軽い、口当たりの軽さっていうか普通に軽いっすよね、物量的にも。いや早く目覚めて無比を入れてもらいたいものカオス、いきなり無比のねキャップの部分を全部取って、で中の液体をコップにトボトボ注いで飲んで、いやこの清涼感がたまらねえぜみたいな感じになってるレミリアさん、カリスマもクソもないよね、ただの芸人臭が漂うおかしい人だよね。なるほど、じゃあ会話していきましょう。ラジオに老舗の大きなたこ焼き屋さんがあるんだけど、新しい風を取り入れたいのか売り上げが不調なのか知らないけど、新メニューに挑戦してるみたい。もちろんメインのたこ焼きは据え置きで、まあそりゃそうでしょう。たこ焼き屋からたこ焼きを取ったら何屋になるっていうね。なんだろう、ガムテープ焼きやゾンビ焼きをプッシュ。ガムテープ焼きは、うん。いやてか両者ともに食えないよね。うん。ゾンビはなんだろう、腐ってるから火通せばいけるみたいな、そんな感じのイメージ。ガムテープ焼きってなんだ、ガムテープ焼きって。もうただの異物混入でしかないよね。ゾンビ焼きはまあまあまあ、腐ってるから火通したっていう理論はありそうだよね。一口大にカットされたガムテープやゾンビが生地に入ってる。絶対食いたくない。おやつ感覚でなかなか美味しそうじゃない？言うのもなんですけど、頭おかしいんじゃないですか？まあ絶対ないと思う。ありかもって絶対ならないもん。絶対にどう考えてもなしじゃねえですかみたいな、そんな感じになるよね。本当に言ってる？子供受けや女性受けを狙ったラインナップなのかしら。まあかもしれないですけどもね。子供受けと女性受けは絶対ね、男受けの方がまだすると思うよ。あのゾンビ系のやつは絶対子供に食わせちゃダメなやつでしょ。子供がなんか抵抗力なさすぎてゾンビ化しそう。まあ子供はもともとたこ焼き好きでしょうし、層が被ってる気がしないでもないけど、いやそもそも子供がたこ焼き好きっていうのはあながちそんなにね、子供も好きなだけでね、子供が好きっていうわけではないよね。まあたい焼きとかだったらさ、子供が好きって言えるけど、なんだろう、たこ焼きって子供も好きなだけでさ、大人も普通に食べるからね。別に子供に限ったものではない。時代に合わせて柔軟にやり方や商品を変えていくのは賢い生き延び方ね。将来本当にガムテープ焼きとか売ってんのかな。絶対異物混入だよね。一口大のガムテープが入ってるたこ焼きとか。食べる気起こらないもん。まあいっか。商品が売れなくなったのも、商品それ超違うよね、感じ。商品の章違う、それ商用の章だもん。時代のせいにしてるだけじゃ取り残されるからね。感じが違う。伝統に固執しないことはいいことだと思うわ。まあ伝統を守りつつそれをどう変えていくかっていうのもね、重要な課題だとは思いますけれどもね。ただ伝統を守り続けるっていう、あの変化ゼロじゃなくて、その変化に合わせてね変えていくみたいな、そういうことができるのが、まあ、生き残ってく重要なところなんじゃないかなとは思います。何を語ってんだか。ということで、うちらも辞書焼きやってみ、辞書は焼くな読めねえじゃん。辞書のいいところ全部潰してるよ。それは焼いちゃダメなやつ。完全にもう辞書っていうもの自体がね、あの意味をなさなくなってきますから。それうん、まあ、まあ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 、最後の会話くらいかな。そういえばそろそろ就職活動のシーズンかしら。ゆべしやつけ麺に就職するべく若者たちが活動を始めるわね。食べ物に就職しようとしてんの、この人たち。何？私はつけ麺の汁が絡まりやすい体をしておりますみたいな。そうかみたいなね。そんな感じになるのかな。ただなんていうか、ある種の不気味さは感じるよね。まあそりゃそうだよね。そもそもね、なんで、その食べ物のオーディションをやってるのかっていう、就職活動やべえよっていうところだよね、まず。みんな同じようなスーツ着て、みんな同じような児童なの？変に目立つのを嫌うのかもしれないけど、就職するなら個性を売ってなんぼな気するけどね。まあ最近はね、個性は悪いものみたいな風習がちょっと流れちゃってますもんね。残念なことに。周りがスーツの中一人だけメイド服をビシッと決めて、
周りが児童の中一人だけマウスにして私は違うぞアピール。いいと思うけどね。いい意味で悪い意味でも間違いなく目に留まる人材になるわ。悪い意味で止まっちゃダメだからみんな同じようにしてるんですよ。そうなんだよ。いい意味だけあればいいんだけど、悪い意味にも取れちゃうからみんなね、その無難にという、悪い意味に取られるんだったらオーソドックスに行くのがっていうところがあるから、そういうね、みんな同じ格好にしちゃうんだよ。変化を求めないようにしちゃうからそうなるっていうね。はい。能力とは別にそういうところから印象をつけても悪くないわよね。まあそうですよね。ということで、じゃあ今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。